マサダサッカー場は岡山県岡山市東区マスダにあるサッカー専用の球技場。J リーグに所属するファジアーノ岡山が練習場として使用している。施設は岡山市が所有し、株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブが指定管理者として運営管理を行っている。ファジアーノ岡山はそれまで岡山市が所有し、天然芝グラウンドのある 神崎山公園競技場、埼玉スポーツ広場、そして旧灘崎町の施設で2010年に照明と人工芝グラウンドの整備された灘崎総合公園多目的広場サッカー場の3カ所を併用して練習場に当てており、クラブ専用の練習場がなかった。シャワー室やマッサージルームなどを備えたクラブハウスも存在せず、ファジアーノの選手たちは練習後のクールダウンを 子供用のビニールプールに水を張って行うありさまであった。このような貧弱な練習環境はファジアーノの選手獲得にも暗い影を落としもっと上手くなりたいが岡山では無理と断られるケースも後を絶たなかったとも報じられている。また2010年シーズンは4月から5月かけてに4選手が足を疲労骨折するなど怪我人が続出したが これについてもファジアーノの安倍信弘チーフドクターが、山陽新聞の取材に対して、足に負担の大きい人工芝で練習しているのが原因の一つと指摘している。こうした球場を受け、岡山県サッカー協会とサポーター有志が中心となり、2010年7月29日に、千葉隆さん岡山大学長を代表とする、ファジアーノ岡山の専用練習場整備を推進する。 会が発足、7月30日以降のファジアノのホームゲーム当日のスタジアムや JR 岡山駅、倉敷駅、中小駅など街頭で署名活動を行い、10月31日までの3ヶ月間で目標の10万人を大きく上回る28万4673人分の署名を集め、11月25日に高谷重岡山市長に要望書と署名が、 提出された。岡山市では、要望書の提出を受けて、検討を行い、東区、増田の丘東城下センターのミリ用地約4万4000平方メートルにサッカーグラウンド、岡東サッカー場の整備を決定。2011年6月の岡山市議会に、測量設計及び土地造成のための予算2億1150万円を計上する補正予算案が提出され、 これが可決されたことで事業に着手した。建設費用については、日本サッカー協会から、都道府県、フットボールセンター整備助成事業により9000万円、日本スポーツ振興センターから6800万円の補助金が拠出されるほか、岡山県の県内経済6団体が2013年3月までに寄付を募り建設費用に充てることとなっている。 2013年2月23日には、正式会場に先立って、人工芝グラウンドがファジアーノの練習場として、供用開始され、3月27日に会場式典が挙行された後、4月1日に正式会場した。施設運営にあたっては、岡山市からの打診もあって、ファジアーノの運営会社であるファジアーノ岡山スポーツクラブが、指定管理者を申請。期間は、 会場日の2013年4月1日から3年間。また、クラブ事務所も岡山商工会議所内から、グラウンド脇のクラブハウスに移転している。天然芝2面、人工芝1面のグラウンドが整備されている。観客席は南側にのみ設けられており、見学はここからだけになる。天然芝グラウンドと人工芝グラウンドの間に、クラブハウスが設けられている。 前述の通りファジアーノ・岡山の練習場としての利用が主となる。芝生グラウンドについてはファジアーノが優先的に使用する運用が行われる一方で市民への貸し出しも行われるという。ファジアーノ・岡山のセカンドチームとして存在していたファジアーノ・岡山ネクストが参加していた中国サッカーリーグの会場としても使用され、ネクスファジのホームゲームのほか 2013年シーズンは第1節、第2節の集中開催会場として、さらには同じく岡山県に本拠を置く三菱自動車水島 FC、JXTG エネルギー水島、NTN 岡山のホームゲームの一部も本場で行われる。ネクスファジは2014年の JFL に昇格したが、常設のスタンドがなく有料試合が開催できないこともあり、 JFL での試合は組まれなかった。ただし、2014年シーズンの中国サッカーリーグの会場としては、三菱自動車水島 FC、JX エネルギー水島、NTN 岡山のホームゲームを中心に引き続き利用された。ありがとうございます。